水泉トイレの一例国産最初期の水泉便器水泉式便所は便所の形態の一つ、または便所の洗浄方式を指す。水性により汚物を洗浄して衛生的に処分するための機能を持っている。本記事では主に便器の給排水機構やその種類について記す。便器についての詳細は便器記事を参照せよ。秋田城のトイレ以降以下。 大便器について詳述する。最も簡易な普及品なのが洗い出し式、洗い落とし式であるが、構造上の欠点も多く、便器として性能が高いのは快適性や洗浄力を高めるべく開発されたサイ裁ン式、サイ裁本 Z 式である。お物を水没させて、便器の汚れ付着や周期発散を防ぐ、風水の大きさ、洗浄力や排出力の強さと、廃盤となる、 洗浄水量の節減とが、特にオイルショックに始まる、少資源時代の技術的課題である。在来型の便器は、瓶鉢外周の円内に水を流し、その下部に、いくつも設けられた穴から便器内に塗水するが、イナックスの節水型タンク見つ,つ便器、カスカディーナ以来、洗浄水の水性を損なわずに、効率的に、瓶鉢洗浄する設計とするため、円水路を廃止し、 ノズル塗水を行う構造が改良されてきた。このような構造は、最近の家庭用新設便器において定着した感があり、さらに高級住宅向け便器として、洗浄、排出を電磁切り替えで行う、水道直圧による節水便器の拡販が図られている。洗浄水量は、洗い落とし式で10リットル前後、再本ト式では13リットルというのが、 一般的であったが、最近は大洗浄で8リットル、小洗浄では6リットル程度への節水化を果たした新型製品が品揃えされた。その契機となったのは1978年から1年近くにわたって続いた福岡大滑水であった。福岡市ではこの大渇水を契機に再本系であっても洗浄水量を10リットルにするよう条例で義務付けた。これに、 地元の東東がいち早く対応し、福岡市専用商品を発売した。その後全国でも滑水の影響が広がったことから、現在ではライバルメーカーを含め節水系を基本商品に位置づけて対応。さらなる節水効果を謳った商品も販売されている。和式便器で一般的な方式であり、最も安価なものである。 使用中は汚物を一旦瓶鉢部分に溜めてから、リム部及び後部からの水性のみで汚物を流す。瓶鉢奥側、金格子下にトラップがあるが、手前側の瓶鉢部の溜まり水部が少なく汚物が空気に触れるため周期が発散しやすく、汚れの付着も多い欠点がある。中央、ヨーロッパやオーストラリアに洗い出し式し掛け便器もあり、通常だったが、 その欠点のために1990年代から減少傾向がある。排水口は J 字状で排水管とは直接結ぶことはできず、傾斜のある U 字口に流し落とす方法。排水路が短いため詰まりがたい構造だが、便器の排水以後の保守点検が必要だった。便器後部に水たまりがあるために外見上は洗い落とし式に非常に似ている。 常時不特定の人が多く使う高速道路のサービスエリアパーキングエリアの和風便器に長らく採用されていた。現在は通常の掃除口付け床下給水和風便器が採用されており、改修工事などで急速に減少している。和式便器にも存在しているが、特に腰掛け便器普及品の洗浄方式である。瓶鉢に吐き出された水性のみで汚物を排出する。 大きい洗浄音が発生しやすい。欠点としては、風水面が小さいため、お物が付着しやすいほか、座面と風水との落差から、水の跳ね返りを気にする使用者も多い。なお、洗い落とし式の和式便器は、現在寒冷地帯用品に存在する程度に、とどまっている。ネオボルテックス式、ニューボルテックス式洗浄水の渦作用と水性で、流す方式。 洗い落とし式の一種であるが、洗い落とし式の排出力の弱さを水流によって、作る風水面の渦水流によって補う方式で、風水面も洗い落とし式より広い。瓶鉢は、再本式より小さくなるが、洗い落とし式に比べ高い性能を、再本式より少ない洗浄水量と低価格で実現し、合わせて強小現場への対応を図ることを、狙いナックスで開発された。 タンク密結式の他に一部公共用システムトイレ製品も発売されている。2006年、イナックスはため水面を拡大したワイドボルテックス式をマンションリフォーム用に導入した。マンション用の排水芯が高い床上排水では再本作用を作ることが難しいため、ネオボルテックス式をベースに大型便器に適した改良がなされた。 東東も2006年10月にマンションリフォーム用に新しい洗浄方式を導入している。屈曲した排水路により管内を満水させ再本作用を起こさせることによって汚物を吸引して排出する方式。汚物がすぐ水中に沈むため周期が発散しにくい大きな風水と強い排出力を持つ上位機種である。欠点として 吸引時の空気巻き込みによる騒音発生があるが、現在の住宅新築用では主流となっている方式である。性能確保と節水、消音化との両立が技術課題である。セミ裁本式裁本式の一種であるが、瓶鉢や風水量を小さくし、洗浄水量の節減と低価格化、合わせて強小現場への対応を図った方式である。欠点は、 瓶鉢及び便座の小さいことおよびお物が再本式と比べつきやすいこと。再本 Z 式、再本 Z 式便器基本構造は再本式に準じるが、排水口近くにある Z 口からの水性を利用し、より強力な再本作用を発生させてお物を排出する方式。ため水面はかなり広く汚れが付着しにくい。使用水量が多いため、 パブリック用では、比較的以前から多く採用されていたが、住宅用では10リットル以下への節水化が進んだ1990年代以降に普及。使用水量は、Z 高からの水が7割を占め、上部からの水は3割程度である。サイホンボルテックス式高級住宅向けのタンク一体型、超小温便器として開発された方式で、 便器の奥に一体化されたタンクから洗浄水を短時間に独特のくぼみのついた瓶鉢の風水下へ吐き出させ落水音なく水位差を作り空気を巻き込まない渦作用の起こる瓶鉢型状によって裁ンを発生させ空気を吸い上げることなく排出する排水路の構造が複雑なため異物の詰まりやすい傾向がありまた大量の突出水を確保するため 洗浄水量は、サイホン Z 式よりさらに多くなり、節水面、維持費用面の欠点となるが、強い排出力のほかサイホン Z 式よりさらに大きな、風水面を確保でき、徹底して、空気の巻き込みを排した、洗浄騒音の静粛さが特徴である。タンクが便座とほぼ同じ高さにあり、ローシルエットである。高級住宅、ホテルのほか、公共用にも静粛性が求められる場所で、 採用されている。強力な水星の Z 孔を、トラップ底面から排出口へ向かって設け、もっぱらその噴出力でお物を排水路へ吹き飛ばし、排出する方式。風水面が広く排出力が強い。サイ裁ン Z 式と違い、サイ裁ンを発生させず排出力は水星のみで、排水路の構造を直線化でき、特に異物の詰まりに強いが、その反面、 水性を強い粉流発生に集中させるため、瓶鉢流下水が少量となり、洗浄力がやや弱いほか、構造上粉流が空気中に露出し騒音が非常に大きいのが欠点で、一定以上の水圧が必要なので、洗浄方式もフラッシュバルブに限られ住宅用には適さず、特に詰まり、対策を期待する公共便所やシステムトイレで、近年、腰掛け式、 和式とも採用が広がっている。とうとう、ネオレストやイナックス、サティスの洗浄方式で、再本ト式に準ずる風水を持たせ、水流を瓶鉢に流化させ、洗浄続いて排水路に、粉流を流し排出排出後再び洗浄水を、流化、瓶鉢の風水を復元する一連のタイミングを、電磁弁でコントロールして、便器洗浄する節水型便器。2006年現在、 第6リットル洗浄をいち早く実現している。汚物を Z 項の噴出力のみで排出することからブローアウト式の一種と言えるが、特有の騒音は Z 項を排水路の深い位置に置くことや、噴流の噴出時間を自動コントロールすることで抑制している。洗浄操作を自動化した操作性、ロータンクを廃止したデザイン性や節水性に優れるほか、 貯水が不要となり連続使用も可能にするが、停電時は特殊な手動操作により洗浄しなければならないほか、一般に瓶鉢の洗浄力は再本式よりやや劣り、水圧の低い場所では使用できないのが欠点である。ハイブリッドエコロジーシステム水道直圧式をベースに小型タンクを組み合わせ、水道から直接流れてきた水はボール内の洗浄に、 内蔵タンクからの水はポンプで加圧して、Z 穴部分から勢いよく噴出させる新洗浄方式。これにより、従来タンクレストイレが使えなかった水圧の低い場所でも使用可能になっている。2007年8月1日発売のネオレストハイブリッド R で採用。便器のリム面からボール面全体を水平方向に洗浄するトルネード水流と穴の位置を 従来の風水部の屈曲部方向から左サイドに置き穴から風水部縦方向に水流を発生させてお物を排出する等々で新規に開発した洗浄方式2006年10月2日に発売した壁排水専用便器ピュアレスト MR で初採用された発売当初は壁排水便器専用の洗浄方式であったが2014年出荷分の GG-800 から有化して排水仕様で初めて採用された。ツイントルネード式よりも水流を出す穴を従来3カ所から2カ所に削減可能なことから2015年以降出荷分から4.8リットルを採用する便器を対象に仕様が切り替わり現在は住宅用システムトイレやピュアレストシリーズで出荷されている。ツイントルネード式トルネード式を基本とし 風水部垂直方向にトルネード水流を発生させて汚物を排出する床、壁排水に対応した等々の洗浄方式。従来の裁本式と比べて吸引時の空気巻き込みによる騒音発生が一部を除いて大幅低減され、洗浄水量は4.8リットルで洗浄するため、従来の13リットルよりも8.2リットルの節水に成功した。 洗浄音は従来の超小音便器、再ンボルテックス式並みになった。結果、従来品と比べて節水、洗浄音の面で優れた洗浄方式となった。東東では2010年4月1日に発売されたウォシュレット1体型便器 GG に初採用され、同年8月2日発売されたピュアレストシリーズ手洗い付きウォシュレット1体型便器。 GG-800、住宅用システムトイレ、レストパル SX にも採用された。穴の位置が、風水部にも必要なことから、住宅用のみ製造コスト削減可能なトルネード式に順次切り替わり、現在はパブリック用のみ出荷されている。ターントラップ式水の流れを、洗浄排出水溜めの3ステップに分けて、汚物を排出する方式。トラップを可動式とし、 電気式制御を行うパナソニックの高級機種にて採用されている。このタイプも第6リットルでの洗浄が可能。イナックスでは2006年より大洗浄を6リットル、小5リットルを実現した節水便器エコロクを発売している。現在の節水型サイホン Z 便器が限られた洗浄水量において排出性能確保を Z コート質水に依存しており、 瓶鉢流化水量を制約して洗浄力を低下させているとの反省に立ち、節水と瓶鉢洗浄力向上との両立を念頭に再設計された新系列である。Z 項を設けず、独自設計の分配管を介して洗浄水を吐き出させる丸洗い洗浄を核にしたサイフォ本式及びネオボルテックス式と丸洗い洗浄に Z 項排出を併用した。 水道直圧式との3種が品揃えされた。とうとうも、同年8月より、Linux サティス競合品のネオレストで、O6 リットル、小5リットル、男子小4、5リットル洗浄の新シリーズを発売した。さらに11月からは、ピュアレストシリーズやオーシュレット一体型便器、Z シリーズ、住宅用システムトイレ、レストパル SX などのロータンク式、サイホン Z 便器で、 便器内部構造の改良により6リットル洗浄を実現している。水洗便器と給水装置の関係については、よく自動車に例えられて説明される。水洗便器がボディとすれば、給水装置はエンジンに相当し、両者一体となって、初めて十分な機能を発揮することができ、給水方式や給水装置機種の違い次第で、同じ便器でありながら、 性能や特性が違ってくると、便器と給水装置の組み合わせの選択は重要となる。高圧の水道管に直接取り付けられたバルブで、バルブ操作後一定時間水が流れて自動に止まる機能があり、便器に給水する洗浄水の水圧や流量等の水流の出力を制御するバルブである。簡便でコンパクト、 かつ、使用水量も少なく高水圧で、便器洗浄ができ、連続使用が可能という利点がある反面、25A、e、以上の給水関係が必要、給水圧力が0.07波より低いと正常に、作動せず、使えない上、フラッシュバルブ動作時の流水音が大きく、大便器用フラッシュバルブの場合、軌道弁のレバー棒が足で踏まれて操作されることが、 多く故障や衛生面で問題があるという欠点がある。また凍結による破損にも弱いため、流動弁を設けて凍結防止対策をした寒冷地用フラッシュバルブも存在する。日本ではデパート、ホテル、オフィス、駅などの商業施設や工場、あるいは学校などの連続使用が求められる様々な推薦便所で対応されている。その反面、 一般住宅での採用は少なく、小建て住宅では、一般的に給水関係が 13A、15A、20A であり、給水圧力も0.07%に満たないことも多く、大便義用フラッシュバルブを使用することができず、屋上などに受水槽からの高桶水槽を設置し、25A 以上の給水関係と水圧を確保できる集合住宅や、 特殊的に 25A 以上の給水管を導入して、給水圧力を確保した一部の小建て住宅にわずかに設置されている程度である。しかし、それでも簡易水洗便器の場合は、一般的な住宅の便所でも採用されることがある。レバーペーダル指導フラッシュバルブ給水の和風便器専用のタンクにあらかじめ注水しておき、バルブ操作によって洗浄水を放出する方式である。 タンクに一定量の水を蓄える方法はいくつかあるが主にボールタップによりタンクに水をためタンクから便器への排水はフロートバルブを使用する方法が一般的でフロートバルブにはボールタップ故障時のタンクからの水の溢れを逃すためのオーバーフロー逃し下がつながっているタンクの形状や配置によっていくつか種類がある タンク式の場合満水になるまで次の洗浄ができない欠点があるため公共施設などの利用者が多いトイレではフラッシュバルブが採用されることが多い小建て住宅では一般的に給水関係水圧も不足するために大便義用フラッシュバルブを使用することができずタンク式がほとんどを占めているタンク式では給水圧や給水関係を問われずに様々な環境で 水洗便所を設置できる長所がある反面、占有する面積が大きく、タンクが満水になるまで次の洗浄ができないために、連続洗浄ができない、便器の洗浄にフラッシュバルブのような高水圧が得られなく便器の機種によっては、タンク式には組み合わせできない機種もある、等の短所があり、最近ではこれらの問題を解決し、タンク式の長所とフラッシュバルブ式の長所を取り合わせた。 フラッシュタンク式が新たにラインナップされている。ハイタンク式大便器、小便器ともにハイタンク洗浄のトイレ天井に近い位置にタンクを置き、水を溜めて鎖紐を引き下げ操作して再本作用を起こすことで排水が起動し、給水管を経て床面の便器へ給水する方式。8時だよ。全員集合のコントシーンを連想させることから、俗に ドリフ式とも呼ばれる。かつては落差が大きい方が洗浄力で有利とされていたことから、戦前期から昭和50年代中頃まで圧倒的多数を占めていた。しかし、メンテナンス性の悪さ、設置時の制限、イニシャルコストが高い、現代の一般的なロータンク式と比べると、節水性が劣ることが多い、などの欠点があったため、以降は急速に、 ロータンク式へと置き換えられた。現在は既存の古い建物でわずかに見られる。また、水道圧が確保できない際に、押しボタンで遠隔操作するバルブを使用して、見かけだけ直圧式にした隠しハイタンクが若干だが存在する。陶器の他に、日本での水洗便所普及初期や戦時中などに木製のタンクが製造されていた。 木製のタンクは内壁に銅板が張り詰められ、防水されていた。なお、イナックスでは、2010年までにハイタンクの製造及び、発売を終了しており、とうとうも2012年3月をもって、ハイタンクの製造及び発売を終了した。アサヒエイト、ジャニス工業もそれに前後して、製造を終了している。日本の法人では、折原製作所と拡大の2社だけが、現在も生産。 発売を継続している。同社はトイレザマスここでもう一度ハイタンクという選択肢というコピーで新規設置向けハイタンクトイレセットを販売している。どうしても給水機構による占有面積が生じるワンピース式トイレに比べて垂直方向を利用して給水機構をオフセットできることから水平面では他の方式より占有面積が少なくて済むこと。 便器周囲に余計な付属物が生じないため、手すりなどの補助具が取り付けやすいことなど、再評価すべき点も挙げられる。ロータンク式、ロータンク給水の和風便器便器のすぐ上、人間の腰元程度の高さにタンクを置き、直下の便器へ給水する方式。タンク上部を洗面器にしておき、給水される水を手洗いに使用することもできる。かつては、便所の室内のコーナーに、 壁掛け、排体区式同様給水管で便器と接続する、墨み付けロータンクが主流だったが、排体区式が新たに作られなくなり、互換性の必要がなくなったこと、ステンレス、または、真鍮のパイプが露出することに対する美観の問題、占有する面積が大きくなることなどから、便器の真上にタンクを乗せた、見付型が主流となった。その後、昭和60年代から近年まで、 小建て住宅水洗便所のほとんどを占めた。これらのロータンク式では、タンクの上部には、タンクの蓋の代わりに、手洗い機を兼ねている水盆置き、タンクの給水の一部の水が、水盆状の手洗い部に出てきて、手を洗った水を、便器の洗浄用に再利用するようにした仕組みである。この場合、節水効果が得られるだけではなく、トイレ内に個別に手洗い機を設けることを省略でき、 しかも工事代も安く抑えることができるためにトイレを広く使用することができることから、住宅や限られたスペースの狭い空間のトイレで広く採用されており、この形態は日本特有の方式である。便器の汚れ防止、除菌、便器配管の尿石防止付着のための薬剤を、便器に供給するために薬剤をタンク内に投入したり、 タンク上部手洗い用水本部に薬剤を置いて、薬剤を溶解させ便器洗浄水に薬剤を添加する場合が多い。これらは青色や緑色で着色されている薬剤も多く、洗浄をすると便器に青色や緑色の水が流れる。またこれらの洗浄薬剤は、方向剤も含んでいることも多く方向剤代わりに薬剤を投入することも多い。フラッシュタンク式。 フラッシュタンク式等々が開発したフラッシュタンク式はタンク式と同じ後継の給水管からの水流をタンク内で増幅し約4倍の水流にして便器洗浄を行いタンクの貯水時間を大幅に短縮しフラッシュバルブ式と同等の連続洗浄が可能であり電源不要の新しい洗浄システムパブリックトイレでは 一般的なフラッシュバルブ式に比べて、消費効果が測れるだけでなく、給水設備のサイズダウンが可能で、建物の消費財庫も測れ、次の洗浄まで約60秒かかるタンク式と比べて約20秒で次の洗浄が可能なので、飲食店などのトイレの混雑緩和につながるほか、さらに、一般的なタンク式大便器より奥行きが、 約6 0ト、mm、ルコンパクトであり、トイレ空間が広く使え、事務所、店舗、学校、病院、高齢者施設など、フラッシュバルブが使えなかった現場でも連続洗浄が可能で、さらに、フラッシュバルブのように試行時にバラバラな部品をミリ単位で、試行精度も必要とせずワンタッチで試行ができ、便器は新しいトルネード洗浄が採用され、4.8リットルと、 調節水化が可能な最新のシステムで最近、施行された施設から普及され始めている。トンネル式便所被水栓便器が使用され、便器の半分または全体に穴が開いており、一見するとみ取式に見えるが、便器の下には横に流れる管が配管され、横に流れる管には、常時密が流れており、横に流れる管から下水道に流す方式。 一部のトンネル式便所では最上流部の個室のみが、普通の洗い出し水洗便器が設置され、その排水力で下流の非水洗便器を使った、個室下に落ちた汚物をより強力に流すトンネル式、便所も存在する。暗居式便所、野源式便所、また俗に水洗、ボットンとも呼ばれる。ありがとうございます。